では動画編集用パソコン検証動画。今回は、ASUS さんの、TUF ゲーミング FX505DT という、ゲーミングパソコンを使って、検証してみたいと思います。パソコンのスペックなんですけども、CPU が AMD の Ryzen 5 3550H で、内蔵 GPU で Radeon の Vega Mobile GFX が入ってます。で、それ以外にグラフィックボードが NVIDIA の GeForce GTX1650 が入ってます。で、メモリが 8GB。ゲーミングパソコン 8GB が大体主流なんですけど、まあ動画編集用ソフトというと大体16から32とかいうふうに言われてるので、実際まあ使ってみてどう動くかっていうのを検証できればなと思います。で、OS が Windows 10の 64bit ホームですね。で、今回検証に使うソフトが、まずが Power Director、まあ簡単な、動画編集をして、実際快適に動くかどうかっていうのを検証してみたいと思います。ではまず、パワーディレクターからちょっと試してみましょう。パワーディレクター365っていうのがサブスクリプションタイプ。年額払って使い続けるとアップデート無料みたいなやつですね。でまず立ち上げ自体は結構早くパッパッパッと進みます。で元から入ってるサンプルはもう切ってしまって、でここに、メディアをまず読み込ませます。で一応検証用として、フル HD の動画素材と、それから、4K の素材っていうのも用意してます。でまずじゃあフル HD から、やってみましょう。で、編集自体はもうそんなこだわりなくパパパと、とりあえず5分ワンカット10秒動画っていうのをだいたい50本ぐらい用意したので、これを機械的にパパパとどんどん入れていって、まずトリミングですね。トリミングで問題ないか、あとプレビュー画面ちゃんと再生遅延なく再生できるかとかいうのを見ていきます。よいしょ。なのでとりあえず今3本入れました。で、このプレビュー画質が今、HD になってます。で、HD 状態で一旦、再生してみましょう。特にカクつきとかなく、普通に再生されますね。あとクリップのつなぎ目に一瞬音が切れるような感じはありますけど、全然問題なく再生はできますね。はい。で、次にこのプレビュー画質を、これ、フル HD なんでフル HD までにして、もう一回ちょっと再生してみましょう。このプレビュー画面が綺麗に、さっきよりなってます。フルサイズの画質ですね。こちらも特にカクつきなどなく普通に動きます。で、次が、この音楽。サンプルのちょっと音楽データを入れてみて、それも再生してみましょう。はい。ちょっと音がでかいので下げました。
フル HD 動画流しながら、音楽流しても特に、遅延とかは確認できないですね。全然問題なく動いてます。はい。で、次が、タイトル、テキストっていうのをちょっと試しに、まあ、2トラック目に、入れてみましょう。これで、どんどん、パソコンに負荷をかけていきます。で、タイトルも、何でもいいんですけど、動画、編集、パソコン、テストと、適当に、で、ちょっと文字サイズがでっかいので、中央揃えにして、真ん中の下の方に移動させます。ついでに、せっかくなので境界線もつけてあげて、まあ、よくやるやつですね。見やすくして OK と確定させます。これも、問題なく再生ができてます。全然遅延ないですね。ちなみに今 CPU の動きとかいろいろ見れるんですけど、CPU も40-50%いかない程度ですね、今再生中。で、GPU、CPU に内蔵されてる方の、Radeon の方が、20% とかかな。何動いてないかな。もう一回ちょっと見ます。GPU がそうですね、20% から 30% いかないぐらい。で、ビデオカードに関しては全く動いてないですね。ので、パワーディレクターに関してはまあ、もっぱら、CPU の性能、CPU 内蔵の GPU の性能で、動いてるということになるかなと思います。はい。で、次がさらにどんどん負荷をかけていくんだ。今ちょっと遅かったかな。大丈夫かな。で、このロゴ。ロゴデータってのを入れてあげましょう。これも大した負荷ではないと思うんですけど、簡単動画入門の、PNG のロゴですね。データですね。これも、こう常時左上に出すみたいな感じにしてみます。これもほとんど大丈夫だと思いますけど、全然効果もしっかりできますし、動きも変化ないですね。うん。いいですね。はい。あ、で、ちょっと忘れてましたけど、プロジェクト保存しときましょう。よいしょ。うん、保存もカクカクならずに普通にできますね。で、次が、まあ、よくゲーム実況とかで使うような自撮りの、動画、まあ、私、自分自身のグリーンバックで撮ってるんで、これを背景にちょっと入れてみて、で、クロマキーで、透過すると、まあ、これ4トラック目ですね。っていうのもちょっとやってみます。まあ、FHD なので、全然いけるかな。で、ダブルクリックして開いて、若干ちょっと時間かかりますけど、でクロマキー合成で、まあ、緑と、あ、一発でもう抜けちゃいましたね。OK。で、こんなでっかいサイズいらないので、こう、私はちっちゃくなって、こう邪魔にならない程度に、ちょっと大きくしようかな。こんな感じで、右下に、喋ってる人の
映像も入れてみました。ちょっと音声上げた方がいいか、あ、これ違う、ちょっと使い方がクリア。はい、今日は大分県の海たまごに水族館ですね、やってきました。結構昔に行ったことで久々に行ったんですけど、すごい魚がいっぱい、意外と楽しかったですね。地方の水族館なんで、うん、あまり期待しなかったんですけど、黒巻きやりながら4トラック入れて全然大丈夫ですね。プレビューもフル HD でやってますけど、で今 CP 見るとまあ80後半70とか若干100いったりもしますね。でメモリに関しては 3.9GB で全然 8GB でも動いてるなっていう、で GPU が 20-30% って感じです。よく動画編集ソフトってメモリーやっぱり16ぐらいないとダメっていうのもあるんですけど、まあパワーディレクターに関しては、まあ入門からミドルクラスぐらいの、ソフトウェアかなと思ってまして、まあゲーミングパソコンでメモリ8でも全然快適に今のところ動いてるなっていうのですね。で、この後が、トランジションですね。トランジションも若干ちょっと入れてみましょう。まあ、よくあるフェードとかを入れてみてと。うん、これもおそらく問題ないと思うんですけど。はい。はい、今日は大分県の海たまごに水族館ですね、やってきました。結構昔に行ったことで久々に。すごい魚がいっぱいで意外と楽しかったですね。地方の水族館なんであまり期待しなかったんですけど、これなんか言わなくて看板とかにいろいろ魚の名前と説明あるんですけど、ほとんど読まず撮影だけただするっていう感じですね。はい、みたいな感じで、どうもフル HD で、まぁ、ちょっと短め、まだ30秒なんですけど、フル HD に関しては、結構いろいろいじくっても、再生はできるなっていう感じですね。はい。では、フル HD 動画を、ざっくり5分ぐらいに編集しました。で、動画をバーっと5分分入れて、でトラック2に、ロゴ、透過処理した PNG のファイル。で、3本目のトラックに、自分の自撮りで黒巻き効果。で、グリーンバックで背景透過してます。で、あとがテキストを、テキストトラックに、全部で7つですね。まあ、適当な同じ内容なんですけど、適当にバーッとコピペして、で、最後に、音楽、BGM っていうのを入れてます。で、この、まあ、作業中も特に、問題なく普通にすることができました。で、再生も、特に問題なく、今、プレビュー画質がフル HD です。はい。みたいな感じで、フル HD に関しては、まあ、ちょっと長めの5分ぐらいでも、問題なく編集できるのかなっていうのが分かりました。はい。次に、5分の動画を書き出しを今からしていきます。設定が、H264 で MP4 にして、で、サイズがこれに関してはフル HD なので、1920×1080 の 30p。で、高速ビデオレンダリング技術、ハードウェア、ビデオエンコーダー。っていうのを設定してます。で、こっちの、ストップウォッチを一応使って、
ざっくり速度を測ってきます。開始。はい。まあ、手動なんで、若干ラグありますけど。CPU に関してはもう 100% いってますね。で、GPU に関しては内蔵の、ラディオに関しては49と 50% 近く動いてます。で、メモリに関しても 4.9 から全く変わらない状況で、あまりメモリに影響されないのかなっていうところがわかるかなと思います。5分のファイルで今4分50後半入ってきてます。あ、もうちょうど、よいしょ。ちょうどもう5分の動画書き出すのに5分かかるっていうすごくわかりやすい結果でした。はい。では、先ほどのフル HD に続いて今度が 4K の動画っていうのを、取り込んで検証していきます。さすがにちょっと 4K になるとメモリ8では厳しいのではとは思ってるんですけど、ちょっとやってみましょう。とりあえず力入れていって、パソコンが結構うなりを上げてますね。ファンがわーっと音がしてます。4K になると、まあ、フル HD の4倍ぐらいのサイズなので、さすがにちょっと重くなるんじゃないかな。プレビュー調整もしなきゃかな。っていうふうには思った。若干やっぱ切れるまで、そんなにストレスかからないですけど、若干ラグが生じてるような感じはしますね。よいしょ。で、とりあえず30秒。やっぱトリミングで切れるまで若干時間がかかりますね。で、落ちたら怖いので、よいしょ。保存しておきましょう。4K と。はいと。で、とりあえず今3本動画。やっぱこのプロジェクトも若干遅いのかな？なんかそんな気しますね。で、今プレビュー画質がさっきフル HD にしたままだったので、一旦、低解像度、一番低い解像度でプレビューしてみます。結構もうガサガサですね。はい、でガサガサなんですけど、結局出力するときは 4K で書き出せるので、まあ確認用としては全然低解像度でもありなのかなっていうふうには思ってます。でちょっとあんまり低解像度すぎるとザラザラすぎるんで、ちょっと色加工とか厳しいかな。ただ動きはしますね。低解像度で。で、じゃあこれを、このウルトラ HD っていうのは 4K なので、これにして動くかどうかちょっと見てみましょう。はい。意外とちゃんと動きますね。で、タスクマネージャー開いて、ただやっぱり CPU はもう 100% いってますね。メモリ特に変わらず GPU が 50% とか、さっきフル HD が 20% とかだったんで倍近くやっぱり GPU が動いてる感じになってます。ただ遅延はそこまでないんですね。ただこの後にいろいろ負荷をかけてきますので、そこでまあどうなっていくかっていうところですね。じゃあ音楽ファイルを入れてと。やっぱりちょっとトリミングでも若干気になるかならない程度の遅延はありますね。で、これで一旦ちょっと保存をして再生してみましょう。よいしょ。はい、再生。ちょっと音がでかくてうるさいので、
スクマネージャーも一応見ながらやりましょうか。はい。意外と普通に再生できてますね。ただやっぱ CPU は100とか70、80GPU も 50% 近くやっぱりきますね。ちょっと音がうるさい、うん、ただ意外と 4K も動いてるなーっていう、全然フルじゃないですね今のところ。はい。で、じゃあ次はテキストまた入れていきましょう。意外と快適でびっくりですね。タイトルを、動画編集をパソコンテスト、サイズも、中央寄せして下に持っていくと、はい、でこれでも一旦再生をしてみましょう。はい。で、文字が出ますけど、文字の境界線ちょっとつけておきましょうか。で、文字に境界線もつけて再生します。で、再生プレビューも特にそんな問題ないですね。ただ CPU100% で GPU が30とか33、まあ、40いかないぐらいですかね。動いてありますね。メモリも全然問題なく。はい。じゃあ次に、ちょっとやっぱなんか全体の動きは若干遅くなってるような気がしないでもないですけど、じゃあロゴを入れときましょう。これもちっちゃくして、上の方に常時配置と、はい、ちょっとやっぱプロジェクトの保存が時間がかかってるような、なので長くこの後5分ぐらいの動画作るんですけど、その時に長くなるかもしれないですね。じゃあ次が、自撮りの、さっきフル HD の時に、テキストトラックさんに間違って入れてましたけど、テキストトラックがちゃんとありますね、パワーディレクター。よいしょ。で、さすがに自撮りクロマキーは、4K だとちょっと厳しいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょう。で、自撮りを入れて、クロマキー合成、緑で、これ一発で抜けます。結構パワーディレクター優秀ですね。アドビとか高性能のやつ意外と綺麗に抜けなかったりするので。はい、では再生してみます。あ、ですね。
これワイプみたいなあのクロマキで入れても全然遅延なく動きますね。あ、重大なフレーム欠落が検出されました。ウルトラ HD タイムラインプレビューはスムーズに動作してません。リアルタイムで編集内容を再生できるようにタイムラインを事前にレンダリングしてハードライブに、動画ファイルのキャッシュ入れますかってのが出てきてます。でとりあえずこれをハイにして、でそうするとレンダリングが始まりますね。おそらく今 4K のウルトラ HD のプレビューにしてたので、さすがに厳しくなってしまったんじゃないかなっていうので、なのでこの後一旦、フル HD とか HD に戻して再生をしてみましょう。はい、では、今度はプレビュー解像度をフル HD にした状態で再生してみます。フル HD に直したら CPU の使用率が、ちょっと 100% いくとこもありますけど、60、70、GPU も33ぐらいとか。で、画面の再生も遅延なくできてますね。はい。結構いい感じに再生できます。あれで。はい。なので、意外と 4K でも、このプレビュー画質さえ調整すれば、今のところ問題なく編集できることが分かりました。まあ、このゲーミングパソコンはやっぱ性能がすごくいいので、トランジションのフェードを入れて再生します。フェードもスムーズに、割とスムーズにこうプレビューできますね。CPU 使用率も 100% いかない感じで推移してるので、これも問題なさそうですね。はい、次が、パワーディレクターに 4K 動画を読み込ませたもので、約5分ぐらいの、動画をさっきのフル HD と同じように作ってみました。で、トランジションもちょこちょこ、これいらないな。トランジションもちょこちょこ、入れつつ、で、2トラック目には、ロゴを透過した PNG のロゴ、で3トラック目に、自撮りのクロマキーで、テキストファイルを7つぐらいまあ適当に入れて、一番下に BGM、音楽ファイルってのを入れてます。で、この状態で出力を、すると。で、大体、どれぐらいになるかっていうのを検証します。で、プロファイルは 4K ですね。H264 で MP4、4K サイズ、高速ビデオレンダリング。はい。じゃあ、この状態で、書き出しを開始します。はい。これで5分の動画が、どれぐらい出力されるかっていうのを検証します。で、もう、早速 CPU に関しては 100% いってます。で、GPU、ラディオに関しては今35とか20後半とかですね。で、さっきフル HD が、5分の動画を5分で書き出すことができました。今度 4K の動画、どれぐらいで書き出せるんでしょうか。今まだ、レンダリング途中なんですけども、ちょっと CPU ファンが、音が結構バーっと出てきて。で、メモリも今、8GB 中の 5.2GB 使ってますので、さっきよりだいぶ使用量は増えてるのかなっていう感じですね。GPU に関しては 30% とかなので、それほど変化はないです。もう26分。フル HD が5分でリアルタイムで、だいたい書き出せたんですけど、4K になるとさすがに
このパソコンだとパワーが全然足りないみたいで、あとちょっと、あ、今終わりましたね。よいしょ。なんでざっくり26分少しぐらい書き出しまで時間がかかりました。で、CPU 使用率も 100%、で、GPU も、GPU230 とかですかね。で、メモリ 5. いくつとか。なんで、メモリに関してはなんか意外と 8GB でもパワーディレクターに関してはフル HD4K 動画は問題なかったなって感じですね。で、4K も編集に関しては、全然問題なくて、で、プレビュー再生だけフル HD にして、使えば問題ないのかなと。ただ、やっぱ書き出しに時間かかるので、ちょっと仕事用としては厳しいですよね。まあ、趣味でやる範囲とか、ちょっと YouTube に投稿するとか、短めの動画を作るとか、あとまあ、夜間、寝る前とかに、レンダリング開始してとか、いう使い方できるのであれば、このパソコンでも、4K 編集っていうのはできるのかなっていうので、意外な、結果になりました。